それではね、KSC さんについてお話します。今からね、演奏していただく KSC さんをご紹介ということで、KSC さんと私は一緒にね、さっき言った通り命と愛と LGBT をテーマにさまざまな啓発活動を行っているわけです。今年9月には命と愛と LGBT をテーマにさっきやったような実事とのランチミーティングを行いました。そして10月にはね、諏訪双葉高校抹消学園に対してね、全校生徒を対象にしたライブ活動を行いました。すごい、ね、大きな話題になっております。ね、あと今年最後の、ね、ライブは12月26日に長野県庁で、ね、行うことがすでに決定しているということです。 KSC のメンバーには LGBT 当事者で、ね、バイセクシャルとカミングアウトで活動している榊原舞香というのがいます。今日は、ね、ちょっと広島の方に、ね、出張していていないんですけども、本当に一緒に、活動しているわけですよね。そして今日はね、その舞香は来れないんですけども、一緒に活動しているね、仲間の、リナちゃんね、リナちゃんと、そして脚本演出家の伊藤さんが駆けつけてきております。リナちゃんはね、後ほど本人からも話がある通り、世界で一人しかいないと言われる、ね、難病と毎日戦いながら暮らしているわけですね。そんなような素晴らしい女の子です。ね、今から始まる KSC のライブを皆さんに見ていただいて、もう一度ね、命と愛と LGBT について考えてもらえたらいいなと思います。それではね、りなちゃん、伊藤さん、 KSC のライブをお願いいたします。皆さん大きな拍手を持ってね、2人を迎えてください。お願いいたします。皆さんこんにちは。 KSC プロデューサーの川井里奈です。今年高校を卒業しました。今長岡春奈さんからご紹介があったように、私は世界で一人しかいないと言われている難病、血小板機能異常症と戦いながら、この活動をしています。今年の夏は中京テレビ局の24時間テレビにも大きく取り上げられました。まずはじめに、ですね、24時間テレビでも披露した曲「光へ」を皆さんに届けたいと思います。聴いてください。光へ。私は今生きています。生きているってそれだけで本当にすごいことなんです。いじめがつらい、消えたい、
死にたいって思っている人もいるかもしれません。しかし逃げてもいい、休んでもいいので絶対に生きてください。そして家族でも友達でも先生でもいいので相談できる一人を見つけてください。必ずいます。たくさんの相談相手は必要ありません。たくさんの友達も必要ありません。友達ごっこの中に入る必要はありません。真剣に耳を傾け、そばにいてくれる一人を探し求め、そして出会ってください。必ずいます。そしてあなた自身もそんな一人になってあげてください。私は臭い、うざい、キモい、消えろ、死ねという言葉は嫌いです。しかし好き、愛していますという言葉は大好きです。男同士であれ女同士であれ、とっても素敵な言葉だと私は思います。皆さんはどう思いますか？私は先ほどの高岡春奈さんや KSC で一緒に活動をするまいかちゃんを通じて LGBT のことを知り、人の数だけ好きにもいろいろな形があることを知りました。日本中の子供たちや皆さんにも、そして世界中の人たちにも知ってもらいたいと歌を作りました。今日はその曲を披露したいと思います。ぜひ皆さんも一緒に歌ってくれたら嬉しいです。これさ、この曲はあれだよ、よく考えたら松市、去年松市の小学校で、はい、え、花さんの講演があってありまして、で小学生たちにどうやって伝わるのかなっていうのを KC で考えたところ、小学生に届けばいいなっていうので作った楽曲です。Thank you。Oh my God。
ろいろな形があるよ。人の数だけまだまだまだまだいろいろいろいろ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 。人の数だけ好きにもいろいろな形が。皆さんもご一緒に、せーの、あるよ。ありがとうございました。今日は春菜さんを通じてこのような機会に参加させていただき本当に嬉しく思います。ありがとうございます。春菜さんと一緒に10月にですね、松小学園と諏訪双葉高校で講演会ライブを行いました。その時の生徒からの反響が未だに続いています。と同時に、LGBT の啓発活動の重要性を改めて強く感じています。次は松代に来る機会がありましたら、ここに暮らす子供たちのために、命と愛と LGBT の啓発授業をできたらいいなと思います。そして LGBT のことやいじめなどなど辛いことがあっても君は一人じゃないからと伝えたいです。それでは聞いてください。君は一人じゃないから。よろしくお願いします。
選んだ曲です。最後じゃないです、失礼しました。聴いてください、リスタート。Yeah.
くださっています。僕たちは前説っていうか前座でした。今から大スターを紹介します。皆さん大きな拍手で原田さんのお母さんです。どうぞ。一緒にふるさとをやりたいと思います。原田さんの声聞かれたら分かるんですが、このお母さんが一人いればね、聞いていきますね。皆さん、原田さん自殺未遂までされたんですが、お母さんがね、マイクを、もうね、実はこう言いながら舞台慣れされてますので。では会場の皆さんも一緒に大きな声で歌いましょう。ふるさとです。春菜先生、KSC のもう皆様、そして